アレックスシネマは日本の映画館シネマコンプレックス。滋賀県、福井県、大阪府に4の旧スクリーンの5サイトを展開する有限会社アレックスのシネマコンプレックスである。アレックスは平和堂出身の松本里氏が社長であり、その関係かほとんどの劇場は平和堂の店舗の一角敷地内に所在する。また、松本は 生活衛生同業組合滋賀県工業協会の理事長も務める。香港では運営会社のアレックスについても扱う。日本国内の大手映画工業会社では2002年にバージンシネマズがインターネットチケット販売を開始しているが、それより早い2000年の開館当初よりインターネットでのチケット予約を行っている。ただし、ウェブ上で決済まで行うものではなく、 メールを使用して予約し、決済は鑑賞当日に行う簡易的なものである。繁忙日のみ予約を行える。手数料は不要である。2010年よりピンポイントで座席指定ができる、ココトルがスタートしている。中小規模のシネマコンプレックスとしては珍しく、ペアシートが導入されている。ただし、導入されているのは当初からアレックスが運営している水口、鶴がのみである。 2011年、全サイト系30スクリーンの A 写機がデジタル化になり、同社で導入しているのはすべて、ドルビー 3D 方式である。プレミアコース、仲良しコース、2つのポイントカード制度がある。オーツ・アレックス・シネマの営業開始に合わせて、同年の2月18日より、旧制度から変更された現行のもの。プレミアコース会員特典。 編集100ポイントで、招待券ポップコーン M、入場回数100回で、1ヶ月フリーパス火曜日が、メンバーツで入会時に招待券プレゼント、通常料金より300円オフ誕生月は、ポイント 2Y 開放の、提供会員限定プレゼント企画長吉コース、会員特典、編集30ポイントで、ポップコーン M、または100ポイントで、 招待券火曜日はメンバーツデー最大6名分のポイントを加算2015年8月にプレミアコースを廃止し仲良しコースに統一。開放はカラー化され希望者のみに提供される。その他については仲良しコースに準じる。建設当初からアレックスの劇場として運営されている。全スクリーンスタジアムシートを導入。建設当初から アレックスの劇場として運営されている。全、スクリーン、スタジアムシートを導入。大津アレックスシネマがある浜大津アーカス全身は1998年4月23日に開館した東方直営の浜大津アーカスシネマ。京阪レイクセンターの跡地に京阪浜大津再開発事業として建設された。しかし、 アレックスに営業場とされ2008年1月25日に浜大津アーカスシネマは閉館。改装を経て同年2月1日よりアレックスが運営を行っている。シネマコンプレックスとしては初期の設計であるためスタジアムシートは導入されていない。前身は1998年12月5日に開館した東方直営のサバイシネマ7。 アレックスに営業譲とされ2008年2月24日にサバイシネマ7は閉館。改装を経て、同年3月1日よりアレックスが運営を行っている。全、スクリーン、スタジアムシートを導入。高槻アレックスシネマがある、アクトアモーレ全身は2004年2月21日に、開館した東方シネマズ運営の東方シネマズ、高槻競合を避けるため東方は、 同地域で映画館を経営していたジョイプラザに同館を営業場とし、2007年6月28日に東方シネマーズ高槻は閉館。同年6月30日よりジョイプラザ経営の高月色呼吸シネマとして営業していた。しかし、ジョイプラザも同館の経営から撤退し、2010年9月5日、高月色呼吸シネマは閉館。 同年9月15日より高月アレックスシネマとして再々開館した。アレックスとしては最大規模の劇場、全スクリーン、スタジアムシートを導入。ありがとうございます。